どうも、ソガです。ラムラーナ2始めていきます。前回妖精、鍵妖精巡りをして、ところどころいろんなものを見つけたり、あとは超最強防具のガンドレットを手に入れたりとか、あとは片当てね、これも手に入れて、少しずつルミッサが最強に近づいていくんですけど、このガントレットを見つけた後にフォボスが教えてくれた情報として、なんかネネアの皮服毛皮っていうのがあるんやけど、ネネアっていうのと心当たりがあるんが、前回敵前逃亡したこのジャンカイロのネネアライオンしかいないんですよね。だけどちょっとネネアライオンの間に行こうかなと思います。今回ちょっとエキゾナと戦うかどうかは一旦置いといてネメアライオンの間に着いたんやけど、あれか、あ、でもちゃうか。ああ、でも敵のさ、敵の攻撃を防ぐって、あれ何やったっけ、妖精の服って、ちょっと待って待って待って、あ、入れたわこここれ絶対そうやろ。え、ん、あそこどうやって行くの、何これ、ちょっと、ちょ行って、とりあえずちょっとこの邪魔なやつら排除する。うわー、さっきのボーってやんかった、これほら、やっべえすごい、なんか開始早々すごく勘が働いとるぞ。これまたあれか、左か右か選べってやつか。ネメアライオンの毛、ほらな、ネメアライオンネメアライオンの毛皮、それは矢も通さず武器も弾く。え、無敵になるってこと、それは。え、でもそんなことないな、多分これどうすんやろ。まあ、あの前作でも言いましたが、私は左の方が好きなんで左に入れます。はい、グッハハハ、声も出んかったわ。お、オッケーオッケー、なるほどね。あの上がるタイミングでうまいことジャンプせえよってことね。任せな。よし、戻ってきたぞ。とりあえずほい、いや、はいや、はいや、試しに右下ろしてみるか。右下ろしたらどうなるん、一緒か、無理や。ああ、何回でもできるわ、できるんや。いって、あぶね。これタイミングめっちゃむずいな。いかんわ。チキル。いかんいかんいかん。ちょっと冷静に冷静に。早かった。123の123、ダメ。あの針がちょっといやらしいよな。おっと、ん、これあれか、いや、ちゃうよな。あ、ちょっと待って、そういうことか、そういうことか。え、でも違うな。あ、わかったわかった、そういうことか。待って待って待ってえ、でもどうしたらやろ、あれくるって回り込めるんか。私気づいてしまいました。これや、こいつを使うんや。こいつを使って、ほら、やっぱりね、そうやと思ったよ。いや、あれ、あ、ぶんねえ。オッケーオッケーオッケー。これで時が動き出したら宝箱開けたらいいんや。なるほどね。よっしゃー、ネネアの怪我を手に入れました。賢い。あれ多分あのままあり続けると一生あのままやってな。なんとなく、ちょっと今日めっちゃ考えぞ。怖いぐらいに考えぞ。で、今さ、これ物が動く動きが止まったんで、ちょっとあることを試してみたいと思ったんで。ちょっとそっちにも行こうか。試したい件行ってみましょうか、言うたけど、まず、これ見てなかったね、毛皮。わ、すごい。
着とるちゃんと。ネミアの毛皮は魔物の毛皮で作られた服、身につけてると受けるダメージを軽減すること最高やな。じゃああともう2つやん。急にめっちゃすごい速さで埋まってきた。残り2つもじゃあ教えてくれるのかな、フォボス。ちょっとフォボスに会いに行こう。その今個人的にやりたいことがあるって言うたやつをやる前に、どうしよう、先に回収するか。そんななんかポンポン回収できたらええけどさ、どうしよう、残り全部永久牢獄にあったら嫌すぎるんやけど。イエーイフォボス、イエーイ。教えてくれ新しい情報。備えることに限界はないだろう。大事なのは悔いを残さないことだ。我々は君が導く結果に未来を委ねるよ。ここまで尽くしてくれた君が残したものなら全て受け入れるよ。生きて帰ってきてくれよ。ちょっと待って。もう情報なしってことやな、それはもう。俺から言えることはもうないっていう、なんか総まとめみたいな。あ、もう同じことしか言わなかった。なるほど、じゃあ残り2つは、まあ、ここでは、居場所が危険ってことやな。まあ、あとここの4つもな、何が入るんやな。あとここの最後の1つな。何が入るんやろ。まあ、ほんだら一旦ちょっとその、さっきやったやつやりに行きますか。さて、っていうか、ムーブルク、そうや、ここ最近会いに来てなかったけど、おお、来とる！探検中にタブレットでゲームなんか遊ばないよね。はい。あ、てか、まだおんちゃんおるんや。もうずっと住んどんやな、じゃあ。こいつは。でもね、ゲームアプリを組み合わせて起動するといいことがあるんだよ。昔、ルミスさんのお父さんに聞きました。この先まだまだ大変だろうから、強くなる技は知ってた方がいいよね。はあ。ちょっと待って、まさかムーブルクはあれ？アプリ組み合わせ占いとかしてくれる感じな。うわ、ほんまにしてくれたわ。ミラクルウィッチとこちら未来開発宇宙使者。これは何でしょう？資料には聞こえない声が聞こえるとあるけど。誰もいない部屋に人が現れるとか。なんじゃろか。誰もいない部屋か。今のところ誰もおらん部屋っつったら、炎氷の梢のゲームアプリ部屋、隠し部屋の。と、あとは、明星霊殿の、あれかな。一個はラーメンが一瞬だけ、わーって苦しんどったとこがあったけど、もう片方はいつまで経っても誰もおらんけ。そことかか。あれかな。前作で言う、開発者のお部屋みたいな感じなんかな。その時もミラクルウィッチとこちら未来開発宇宙使者だったのかな、組み合わせとしては。ちょっとこれあれか、今保存しとくべきだった。ミラクルウィッチと宇宙船キャプスター2でお宝妖精よ。必ずお宝妖精さんが呼ばれるように。マジで？高いアイテムも売ってるし、武器の弾もお金かかるよね。お宝妖精さん連れてバンバカ壺壊さないとね。これはマジで有用。どうしよう。どうしよう。どれ消そう。あ、ホルペースもいいわ。はい。っていうか、やば、そんな情報教えてくれるん？めっちゃ便利やん。おう、ミラクル1とバウンスショット起動すると、武器妖精が来るよ。武器妖精はそんなに使わんかな。武器妖精さんは遠くの敵を倒してくれるし、大きな敵でも弱点狙ってくれるから。マジで？じゃあちょっと待って、今回エキドナ、次行くとき、武器妖精連れていくか。でもあそこに着くまでに消えてしまいそうやけどな。お、ラムラーナとラムラーナ2。うふふふ。これは組み合わせで見たくなるよね。見つけたらやってみればいいよ。あ、何が起こるかは言うてくれんね。オッケー。何が起こるか書いてない分はちょっとわからんけど。ちょっとさっきのミラクルウィッチとこちら、うんたらか、ぐるぐるマップコンビは必需品だよね。冒険探検には地図がないとね、ぐるぐるマップとぐるぐるストリートの組み合わせにもう一つゲームアプリを組み合わせると。あ、マジで？前作やとこの二つだけでその機能が兼ね備えとったけど、今回もう一個なんかいるんや。マジかよ。隠し部屋までわかるのはでかいな。正直今回でよくわかったけど、鍵妖精では見つけられんっていうのが分かったけんね、隠し部屋。じゃ、ぜひともそれ欲しいな。あと何？なんか。あ、これ、もういらんのか。ちょっと待ってよ。あ、もうこれだわ。ほい。っていうかあれやん。鍵妖精のこと言ってくれんくね。
あれもう一旦じゃあ今ユートンだけってことかな、一旦ムーブルクから聞けるこのさ、この機械止めるん、これ止めるんってさ、時止めるんじゃないかと思ったんよね。さっきのあのブロックが止まったもそうやけ、まあ、これでも止まらんかったらどうしようもないけど、はい、うわ止まった、こんにちは、あ動いてる、大賢者アルビース、我は言葉の問答を司る者なり、何か一つ言葉を唱えた後に我を尋ねよ、言葉にさらなる意味を与えよ、あマントラってことか、マントラか、マントラか、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、これ10秒しかないんですけど、え今 1,2,3,4,5,6,7,8 個あるけん、あと8秒いけるか、まず10から聞くか、10から、えでもこれどうしよう、ちょっともうこれあれやな、もうパソコンのテキストファイルでもう直接打ち込むしかないな、よし、はい今10打ちました、我は言葉の問答を、え唱えましたよ、唱えましたよ、あ答えよ、テントは頭上を覆うもの、妖精たちは美しい屋根と呼んでいる、ちょっと待って、もうこれちょっと待って、いかん、もうテキストファイルでもない、色がついてるけど、ちょっとエクセル、もうあのエクセルの方にも今直接打ちますよし打てたこれあと残り聞けるんか、あれがうわーんって出てから、あすっげーちゃんと書いとる、ちょっとじゃあメモなんでよかったやんどうすか、あれ答えよ、大地とは広く長く続くもの、ヴァンたちは道と呼んでいる、なるほどな、あえあれなんでまだ喋れるん、答えよ、太陽とは育みもし椎茸もするもの、巨人たちは永遠と呼んでいる、え急に喋り出したやん、えこれも何、これ一回止めたら OK な、えあそうなん、あよかった、これ聞きに行くたんびにやらないかんのかと思った、よかったよかった、あ、なんや一回ポッキリかいね、よかった、月とは影をまとうもの、エネアドタッチはかけるものと呼んでいる、はいはいはい、ほい答え、海とは大きく静かなもの、巨人たちは壁と呼んでいる、この人こっから動かんのかななんでこんな光に当てられた、答えを、人は貪欲な燃えるもの、オリュンポスたちは揺らめきと呼んでいる、はあ、答えを、風とは稲なき揺れるもの、巨人たちは叫ぶものと呼んでいる、なんかところどころ見た覚えのあるやつがあるな、こいつはちょっと、でもあと2つなんかあるはずなんよな、あこれ母か、じゃあ何やろう、答えは、母とは故郷より落ちたるもの、巨人たちは願うものと呼んでいる、なるほど、うわ残り2つ、残り2つまだ見つけてないんよな、これらでどうにかなるかな、ちょっどうしよう、あそこ行ってくるか、ちょっとあの冥星王の足跡、この間一回謎解きしたやつ、ちょっとまた解きに行こうか、行きましょう、ありがとうアルビース、眩しいと思うけどまた来るな、あと2つ見つけたら、ちょっと今冥王星の足跡を見に来たんですけど、なんか2つ目のところに早速夜とかいうのが出てきて、今俺の手元に夜というマントラはないので、ちょっとまだ手を出すには早かったみたいです、あれこれマントラってどこにあるんかな、残りなんかこの中でスナップとかしてみたらなんか
出たりせんのかな。ないわね。まあそうそうやわな。命尽きても戦いなんかあった？ちょっと待って、やべえわ。やっぱこれマントラあと2つ探さんと、これどうしようもない。うわお。やれることなくなっちゃった。マジか。マントラもう手に入るんかな。どっかにあるんやろな、きっと。じゃあってことは地獄にあるんか。うわどうしよう。ってことはもうこれマントラはどうしようもできんけん、今俺に迫られた選択としてはエキドナ再戦か地獄の扉巡りか、どっちがええかな。どっちが辛くないかな。辛いか辛くないか。キドナ俺もちょっとは強くなったし、エキドナもういけるんじゃないって思いたかったけど、でも強くなったってことは地獄もいけるんじゃないってことであって、くーどうしよう。なんかマン、何やったっけ、なんかマヌアの羽か。ちょっともう一回ちょっとエクセルでのまとめ情報を確認します。あ、マートの羽か。マートの羽。マートの審判は心の重さを測る。マートの羽と釣り合うほどの罪の心の軽さ。釣り合わぬ心はアメミットに喰らわれる。マートの審判はどこでしょう。あ、でも、だけど、マートの羽もあれか。わかんねえ、マジで。マートの審判？アマルナってどこや？ちょっと待ってよ。アマルナ。頭痛なってきた。考えすぎて頭痛なってきた。これあれなんかな。でもここ合ってんのもやろ。これ絶対なんか余計なものを乗せたらマートの審判がジョージャルゴージャルやったけど、ここで余計なものを外してみるか全部。ほら。違うよなあ。ちょっと待って、今これちょっと待って、あった進展が見込めそうなやつあった。これどれや。なんかジャオン回廊の石碑に「エキドナお祭り屋にて叫べ願いよ」ってあるんや。叫ぶと願うはあるけん、俺これはちょっと思い当たるとこがあるんよ。ちょっと行こう。なんか別の石碑にもあったんよな。どっかに駅の名を祀る場所があるみたいな。あの、外に。多分それともここ、今から行くとこしかないんよな。ここ。ここで唱えたらなんかなるんじゃないの？なって？お願い？おりゃ！どうすか？違うん？ちゃうか。わっ、ちょどう、やった、あ、やったってことはマントラ あと残り1個や。アルブルのものは言う、それを滅ぼされてもなおこの地に残るものと、すなわち子であると求めるとき来ないよ、あ、都内をバーンと。やった、よっしゃ。やべえ、ちょっと待って。ってことはちょっと待って、もう一回石碑情報見よう。なんか他にどっかで、あー、ちょっと待って、これ、文字色でちょっと一回、相当するか、ちょっと一回、あの、情報まとめてっていうか確認していきます。とりあえず、この裏を聞こう。よし！こです！
答えよ、ことは生まれ落ち旅立つもの、巨人たちは叶えるものと叫んでい、呼んでいる。オッケー。でも夜ないな。夜じゃ何？え、じゃ最後が夜ってこと？朝ないのに朝、あれかな、セカンドミーニング朝だけ、どっちかが朝でそのセカンドが夜かっていうか感じなのかなよしよし、でもあと一個やな、これで。マントラも。あと一個どこにあるんやろうか。で、ちょっと、まとめた、エクセルにまとめとる石碑情報みたいなのを見て、その、さっきの駅だなまみたいな感じのやつはなかったんですけど、一個もう、ちょっと気になるやつがあったんで、それを今から、それも見に行こうと思います。よし、到着。ここの、この左、ここなんですけど、ミーミルの泉っていう名前なんですけど、石碑に、なんか、ミーミルの泉で、なんか、母叶えるかけたるものがどうたらこうだみたいな書いとるやつで、その文字が青くなっとったんで、ここでそれを叫ぶじゃないわ。唱えたら、母、これ。で、叶えるの、かけたるもの、あ、うん。これを唱えたら、フェンリルに攻撃が通るんじゃないかと。行くぞ。おりゃ！鼻からミサイル飛んだだけや。え？ダメ？こいつ倒してからの話？一体。ダメっぽいっすね。ああ、見当違いやな、じゃあ。相変わらずやもんな。いや、ダメやな、これ。いったほらー、飽きまへんわ。潔く死の。あれ、勘違いか。いや、勘違いじゃない。多分、こいつ倒してからの話やな、じゃあ、それは。オッケーです。じゃあ、よし。今回、最後の挑戦。もう、ユガリングをちょっと見に行こうかなと思います。今、手に入っとる。ちょっと待って。今手に入っとる。ダメや。あ？違うな。今手に入っとる。マントラで全然足りんぞ。ユガも。ユガの時代も。じゃあ、ユガリングも。なんか、てっきり色が合っとるところで、重りを置いて、そのタイミングでマントラを唱えるんかなと思ったけど、ジュズマーラについては、命と戦いが青文字になっとるけど、命も戦いもないし、というか、これ絶対足りんし。え？どういうこと？とりあえず一旦見に行こっかユガリング。じゃあ一旦ここに着いたけど、あ、しまった、ろくでもないことしたそっか、今俺それ持っとったんやまあ調べよう。輪の中央にレンゲが書かれている。レンゲか。で、レンゲはレンゲパドマは祝福なり、混沌に命が混ざりて祝福は訪れん。混沌に命が混ざりて。混沌も命もないし。え？うわ、ダメ、頭おかしくなりそうまして。命もないもんな、別に、ここ。え、サードミーニングとかあったりせんやろな。え？混沌に命が混ざりって。何を唱えたらいいの？えい。
全然わからん。うわ、あかんわ、ちょっとこれ。ダメや、お手上げや。ちょっと、無理や。もう、何もわからない。一旦村に帰ろう。ゼレブだー、ゼレブだー。あ、そうや。ちょ、ギルトリオに話しかけてみようか。ギルトリオ、ムラーナの宝石は我々恩賢者が、これ前と同じことよ。俺もうこれ絶対ギルトリオ同じことしか言わんわ。うわー、うわー、助けて。いやー、しょうがないです。最後に一個だけやりたいなと思ったことがあったけど、ちょっとやろうか。なんかそれもまだアイテム足りてない気がするけど、なんか何やったっけな、あのあれあれあれしか言うとは。そう、これ。水晶、ピラミッド水晶と、あと、どれや。これ。天命の書版。これを持っとったら、なんかピラミッドがどうじゃらこうじゃらみたいなの書いとったんで、最後に、そのピラミッドに向かおう。もうこれでほんまのほんま最後や。もうこれ以上やったら俺の頭が、パーンするけん、もう。えいや、中で出してるけど意味ないんだ。やっぱなんか条件があるんだ。いった。おら、違うっぽいっす。え、なに、いや、恥ずかしい。何してんだい、さっきから。そこでピラミッド水晶を使うと何か起こるのかい、それとも趣味、何か準備が足りないんじゃないかな。ちょっと待って、はず。そっか、これみんな見よるって言ったもんな。めっちゃはずいやん。ちょっと待って、これも情報見てみよう。ピラミッド系、言霊に呼び出されしは冥界王の大座。言霊に呼び出されし、あ、でもこれニビルに行くんや。ニビルに行くんか。ニビルに行くんだって。何やったっけ、なんか魂を捧げないかみたいなこと、守護者を倒すみたいなこと言ったけん。ほな、これもうほんまに最後の方に来ないかんねんな。何してんだい、さっきから。そんな言わんでもええやろ。お前は、OK です。じゃあもう、今回は、ここまでとします。どうしよっかな、次回。よし、じゃあ次回は、エキドダリベンジやろう。頑張るぞ。じゃあ、お疲れ様でした。あれ、今回はマジでヤバそうだけど、きっとやってくれるさ。やつなら。ということで今回はここまで。次回もまた見てくださいね。じゃん、けん、ぽん、うふふふふ。